じゃなく、はい、ジャン君。はい、顔。小顔になりますよ。嫌がりません。小顔は、ポンちゃんも、はい、はい、ちょっと嫌がっています。やっぱりジャン君の方が、何でも受け入れてくれます。最初の頃はでもそれ買ったばっかりの頃は全然受け入れてくれなかった。そう。でもね、だいぶ前に買ったんだけど。気持ちいいかな。なんか一応にゃんこのフェイスマッサージ用で。あ、そうなの？そう。顔難しいけどね。まあジャン君はできるようになったけど。下からグリグリってなんか人間みたいにこう。へえ。グリグリってやるとにゃんこってほらほっぺのとこと気持ちいいじゃん。うん。それでなんか。写真とかそういうので気持ちよさそうにしてた。ポンちゃんおいで。ポンちゃん小顔になろ。ポンちゃん今お水飲んで。ポンちゃん小顔になったよね。だいぶね。ポンちゃんって意外と小顔だよね。はい、ポンちゃん。横顔とかめっちゃ可愛いし。はいはい。ポンちゃんの横顔めっちゃ可愛い。お尻になっちゃうよ。小尻？あれ？小尻って言うけ。意外とイケてます。イケてます。イケてます。やってみると嫌じゃないんだね。はい、ジャン君。ジャン君、ジャン君小顔になるのかな。それならんな。ジャン君、ポンちゃん。あ、ポンちゃんあっちに入る。あ、あのね、もんもりがね、あ、あっても気にしず入るようになった。あれをね、ピュッて上に上げてあげるとね、すぐ入るんだよ。おや、そんな変なところで入るんですか、ポンちゃん。それ、うん、ポンちゃん、いい感じだね。いいね。ごめんね、いちそこでね、今ちょっとここに荷物を、なぜなら荷物を。はい、またいただき物でーす、ね。はい、かわいい袋。かわいい紙袋。シュラルル、これは靴の意味だね。あー、でもね、猫の洋服屋さんだったりするよ。あ、そう。うん。へえ、ちょっとかわいいイラストの袋です。こちらも。かわいい。カカオチャキャット。チャットだって。ここは知らないかも。これ何のかも。なんだろう。これもお店のなのかな。うん、そうだね。ダダか。はい。かわいい。猫好きにはたまらん絵柄です。うん、かわいくて使えません。まずはこれ。これは何かな。黒い、黒。あ、やっぱね、黒系の好きなやつ。何でしょうか。黒ニンニク。ああ、ニンニク。はい。ね、この時期。コロナを吹き飛ばせということですね。あった、ありがとうございます。いよかん。よかん。はい、よかん。よかん大好きです。そして。美味しいよね。あとこれ。あ、はい。これじゃあ、紅はるかって書いてあります。さつまいもくんですね。はい。いっぱい入ってる。お芋さん、おー、すごい、ありがとうございます。嬉しいです。これあのちょっとねっとり系のやつだったっけね。紅はるかってべんとりだっけ、だった気がする。本当美味しいよね、紅はるかさんね、うん、はい、紅はるかさんね。そしてなんか可愛い箱、大阪花ラング。花ラング、花ラングです。何だろう、わからないな。あ、蜂蜜か。え、ほら、お菓子なんじゃないのかな。
蜂蜜だそうだね。花の蜂蜜大阪ラングドシャ、あ、ラングドシャなんだね。はい、お菓子、お菓子です。美味しいやつ。はい。あのね、焼き菓子。私の好きな焼き、お、この、テープがついてました。焼き菓子美味しいよね。なかなか取れません。よいしょ。こっちから取ればよかったんだ。よいしょ。おー、美味しそう。綺麗。はい。お花になってる。可愛くて美味しいもの、どうもありがとうございます。ありがとうございます。こういうものだそうです。はい。これでした。あれ、君たち見に来ないの？ジャン君とポンちゃんです。